こんにちは、コスケです。僕以前に車のカーナビを無線カープレイができる、無線でカープレイ接続できる機械の紹介をしたんですが、もっと安くてコスパのいい製品はないかというコメントを何件かいただいていて、ちょっと調べました。で、じゃん、これ借りたんですよね。買ったわけじゃなくて借りたんですが、Amazon のレビューを見ても評価が高く、で価格も安いんだよね。ヘリラリー C8 カープレイっていう製品かな。で、今価格はポイント還元とクーポンを合わせると3万円ちょっとぐらいでしょうかね。うん、3万円ちょっとぐらいで買えるナビを無線カープレイ化する製品でございます。で、ちょっと交渉して貸してもらったので、早速これテストしてみましょうか。どうなんだろうね。僕ちなみに今日初めて開けます。これ貸し出し機かな。あ、説明書が入ってるね。保証は1年で、説明書は日本語で書いてあるね。で、本体が、あ、軽い。お？ん？これ？なんかちょっと違う気もするけど、大丈夫かな？まあ、とりあえず接続してみましょうか。あれ、これ本体だよね、本当に。あ、そうだね。C8 と書いてるんで。じゃあ早速接続してみましょう。すごい軽くてちっちゃいです。では、ステップワゴンに接続してみました。コードは、これがナビに接続するための端子だね。ここに挿して、で、電源を別に取らなきゃダメみたいで、こっちが電源用で、まあ、これをシガーソケットに挿します。USB-C のコードは本体と接続する感じですね。じゃあ早速使っていきましょうか。お、カードが挿入されていません。僕何もしてないんですが、接続してたら勝手に起動しましたね。あ、やっぱこれお手軽さも大事だよね。今は多分ネットと接続されてない状態なので、僕の iPhone と接続しなきゃダメだと思います。あ、すごい。なんかこれって製品によってちょっと違うんだね。 OS、 まあ OS は一緒か、操作方法が違ってすごく分かりやすくなってるよね。これなんだろうこれで Bluetooth の設定をするみたいなんだよね。あ、これだ。これを押してから、あったね、AI ボックス。で、まあ、接続はできましたね。で、こっから Wi-Fi で接続するんだ。お、カープレイを使う。あ、ちょっと Google マップが出ちゃったんで。モザイクかけますが、今、僕のいる場所が表示されてますね、Google マップで。GPS も当然連携するんだよね。で、普通に Apple CarPlay 表示されましたね。特にエラーもなく、超スムーズに接続できました。え、これすごい楽だね。で、まあ、Google マップはもちろん使えるので、YouTube とか見てみましょうか。あ、あったね、YouTube。あ、そっかそっか、なるほど、分かってきたぞ。まず、この製品は、これ Android モードですよね。普通に Android のアプリが使えるモードだと思います。なので YouTube アプリもあって、これで使う場合は、この Android モードの中で、
ネットに接続しなきゃダメですよね。 Wi-Fi をオンにして、まあ、この中から飛んでる電波を選んで接続っていう感じだよね。あ、繋がった。で、こうすると、あ、いけるね。検索して見られるわけですよ。いや、いいねこれ。これステップアゴのナビ大きいのでめちゃくちゃ綺麗に見えますよ。で、まあこれ Android 状態なんで、当然他のアプリとかも使えるわけだよね。で、こっから Apple CarPlay にしようと思ったら、あ、これかな？スピードプレイ。おー。あー、なるほどね。この Android モードと Apple CarPlay の切り替えはこのスピードプレイっていうアプリで行って、Apple CarPlay からはこの車っていうアプリをクリックすると、アンドロイドモードに切り替わります。で、この状態だと、YouTube なんかを再生しつつ運転することも可能です。ちょっと移動をしてみましょうか。今運転しながら YouTube 再生していますが、全く問題なく再生されてますね。で、ハンドルのボリュームの Switch も効くね。次の動画も問題なく聞いてます。で、当然なんですけど、運転中この画面を注視したらダメですよね。うちの場合は後ろに座っている娘が見たがるんですよ。なんでここで YouTube 再生できると娘がおとなしく座っていてくれるということもあって、非常にありがたい機能ですね。じゃあ空港の近くの公園に行きましょうか。で、バックに入れると、あ、ちゃんと映るね。バックカメラちゃんとバックカメラに切り替わってくれるのはいいですよね。で、ボイスコントロールボタンを押してみましょうか。あ、 OK Google が立ち上がったのかな。こちらが見つかった情報です。なるほど。これ今 Android モードなので、Android の OK Google が立ち上がったんですよね。で、これを CarPlay モードに変えると、CarPlay モードはこれだよね。で、僕スマホはノータッチで切り替わりますね。で、 Google マップを開いて、で、この音声ボイスコントロールボタンを押すと、あ、いけるね。新千歳空港に案内して。お探しの場所が。ちょっと待って、普通のナビの音声認識よりも圧倒的に早くて正確だね。札幌テレビ塔に案内して。札幌テレビ塔への道順をお調べして。早い Google マップ。これさ、運転中とかもすぐ案内設定できますよね。網走の道の駅に案内して。道の駅流氷街道網走への道順をお調べしています。いやいや、早いよ。で、これ無線で使えるとすごく楽だよね、やっぱり。で、一回エンジン切ってみましょうか。で、エンジンをかけ直すと、
iPhone はここに置いてあります。さっきまでカープレイが表示された状態ですね。電池を切るとまずギャザーズのナビが立ち上がって、でその後カードが挿入されていません、 Android モードのホーム画面に切り替わります。でこの後 Wi-Fi がどうなってるかだよね。お、 Wi-Fi 繋がったままだ。ん、おう、Wi-Fi 繋がったままだね。で、カープレイモードにしたいときは、あ、行ったね。すごい、めっちゃ安定してる。いやいや、これはいいですよ。Google マップをナビとして使いたいときは、iPhone ポケットに入れておけば普通につながりますよね。日本最北端に行きたい。日本最北端の地の石踏みへの道順をお知らせしています。素晴らしい。検索精度が素晴らしい。まあ普通のナビの音声、ボイスコントロールだと、絶対こんなに精度よく出てこないですもんね。Google マップはさすがだなっていう感じがします。というわけで今回は、このカープレイ C8 かな？コスパの高い、車のナビを無線カープレイにできる製品使ってみましたが、安定感があるね。すごく安定してて使いやすいです。価格も比較的買いやすいので、僕が使った感じだとかなりコスパの高いいい製品じゃないかなという感じがいたしました。ちょっとこれもうちょっと使ってみたいね、いろいろ。ちなみに有線の Apple CarPlay に対応しているナビであればこの無線化できるということなので、そもそも Apple CarPlay に対応してないナビだと使えないと思います。というわけで今回は僕が探した感じだと一番コスパの高いカープレイ C8 の紹介でございました。それではまた次回の動画をお楽しみに。